このキーワードに触れるってことが、まあ、かなり禁句なんだな、子供と一緒に死のうと思っていますと。子供はこうあるべきだというふうに決めているのがこの大人であり社会であり先生たち。こんにちは、人生ナチュラリスト小崎です。このね、自然治癒クラブではですね、まあ、食事であり健康であり、まあ、あとはマインドについてねお話とかしてきたんですけれども、まあ、これまで、たくさんのねコメントをいただいてきた中でですね、そのこのキーワードに触れるってことが、まあ、かなり禁句なんだなっていうふうに、まあ、思った経験があったのがですね、自閉症、発達障害とかのですね、そのまあお子様に関する問題だったんですね。で、まあ、グルテンフリーっていうそのまあ食物アレルギーっていうものがですね、その自閉症のね、問題がこう起こして、でそしてですね、グルテンフリーをすると症状が改善するという話があったりとか、肝臓デトックスということで、まあ、重金属の問題をね挙げてですね、まあ、ワクチンと、まあ、自閉症の関係性とか、まあ、そういうものも実際にはこうあるわけなんですけれども、まあ、それを言うとですね、もうなぜ自閉症が出てくるのか説明してくださいと、自閉症は病気ではないですとかですね、自閉症の人と身近に関わる自分としては聞いてて非常に不愉快だったとかですね、まあ、そういうご意見をこういただいてたわけですね。だから、まあ、僕自身もですね、まだ勉強不足だなということで、まあ、反省はしていたんですけれども、まあ、たまたまですね、つい一昨日ぐらいにですね、まあ、このご近所に、カウンセラーの方とご縁があったんですね。でその彼女はですね、まあ、25年間学校のカウンセラーとして携わっていてですね、まあ、子どもたち その発達障害、自閉症、そういうものにですね、こう携わって、まあ、サポートをしてきたっていう方だったんですね。で、まあ、その彼女からですね、そのまあいろいろその現場の話をこう聞いていて、単純にその子どもたち その問題ではなくて、やはりその親であり、その学校の先生でありですね、あとは私たちその社会がどうその子どもたちに向き合うのかっていうね、そういうことが重要なんだということをね話していただいたわけなんですね。で、まあ発達障害というのは一体何かというと、まあ、自閉症、まあその学習障害、まあ、注意欠陥障害とかっていうね、いろいろ言われてるものなんだけども、その脳機能の障害が起きることによってですね、まあ、集中力がなかったりですね、まあ、学習ができなかったり、あとは文字をその認識できなかったりとかですね、目と目を合わせて話せないとかですね、まあ、そういうようなことがこう起きてしまうということなんですね。で、まあ、そのカウンセラーの方にですね、まあ、聞いて、こういうことがあるんだっていうふうにこう思ったのがですね、まあ、母親とですね、息子をですね、そのカウンセラーのもとにある時来たことがあったんですね。で、まあ、小学校2年生の男の子だったらしいんですけども、まあ、もう母子家庭でお母さんがその息子さんを育てていると。で、行った時に、そのまず子供と一緒に死のうと思っていますと。でも、まあ、このカウンセラーの、ね、方の噂をこう聞きつけて、もう理解してくれるかどうかは関係ないんですと、ただその私のその話を聞いてくださいということで来られたそうだったんです。で、まあ、死ぬ前にですね、最後に話をしたいということだったんですけども、まあ、そのお母さんが何に苦しんでいたかといったらですね、やはり一生懸命子供にこう接していてもですね、そのもう子供がもういろいろ動き回ったりとかですね、落ち着かなかったりとかしてですね、で学校の先生からはですね、まあ、この親の教育は一体何なんだっていうようなことをこう言われたりとかですね、あとはその、まあ、街中歩いてもですね、そのお母さんがね、失言はなってないからとか、まあ、そういうようなねことを言われながらですね、その、まあ、周りの人、先生からですね、そのこの子供にどんなしつけをしてね、お前は育ててるんだっていうね、まあ、そこにもう耐えられないと。で、そういうことで子供と一緒に命を絶とうというふうに思ってですね、そのカウンセラーにこう来てたわけなんですね。で、その時に、まあ、カウンセラーの方がまず何したかというとですね、もう子供が落ち着かないで、もう部屋をこうやって動こうとした時に、もうお母さんがすかさずですね、座りなさいと。っていうふうにね、怒ったらしいんですよ。でも、カウンセラーの人はですね、あ、もういいよいいよって言って、で、その子供と手つないで、その触りたいもん触ろうよって言って、もうカーテンガーってやったり、ね、で、あとはもうその、壊れてしまっちゃいけないようなね、パソコンと、まあ、ね、テレビとか、そういうものは、触らずに、他のものだったら好きに触ってよっていうような形でね、子供をこう好きなようにこう動かして、で、それでもう落ち着いた時に、あ、じゃあちょっとここ座ろうって言って、で、行ったら、そのパソンって言って、その、小学校2年生の子供は座ったんですね。で、そうすると、その、お母さんが今まで聞い
ね、聞いてそうやって自分で座るっていうようなことをしたことがない、子供がですね、そういうふうに言うことを聞いたっていうことでね、もうすごいびっくりしたらしいんですよね。で、まあそれでですね、そのもうお母さんはもう今生き生きとしてそのまあ施設に関するですね、今仕事もされていて、でその小学校2年の男の子は今高校生を迎えてですね、まあこの前電話かかってきたというような話だったんですね。だからその今のこの発達障害、ちなみにカウンセラーの方に言わせると子供たちの大体3分の1はですね、何らかの、まあ、薄いかまあ深いかは分からないですけども、何らかの障害を持っていて、でやっぱりそこにやっぱり私たちは向き合う必要があるっていうような話をしていたんですね。で、まあ、その解決方法って一体何かって言ったらですね、その、基本的にその、まあ、脳機能障害があったとしてもですね、子どもたちっていうものはその、まあ、自分の五感、をね感じたりとかしながらですね、でもその感じたものを体験そして経験っていうね、その体験の積み重ねが経験となって、でそれのやったものがこの成功体験にしていくっていう、これがですね一番ストレスのない状態で子供が育っていくんだっていう話をしていて、ただやっぱりこの子供はこうあるべきだというふうに決めているのがこの大人であり社会であり先生たちなんですよね。でそれがそのお前は何で座ってんだ、なんで落ち着いてないんだって、なんでこういうものを解けないんだって、で常にそういうようなことを言い続けるがゆえに失敗体験がずっと継続して続いていくとですね、これがまあ大人にも子供にもストレスとなってですね、でそして、まあ社会全体としてですね疲弊させていくんではないかっていうようなねことをねすごくまあ感じたんですよね。じゃあ僕たちがですねこの社会にどうあるべきなのかということを、まあ、すごく深く考えさせられた時に、やはりこのカウンセラーの方の話であったりとかですね、まあ、実際にその、まあ、カウンセリングを受けて子供が良くなったケースとかですね、まあ、そういう話をね詳しく聞くことがね、すごく社会的意味があるんではないかなというふうにね、まあ、感じたんですよね。ならまあこれ、まあ、ちょっと自分が感じたことなんですけど、もしねやっぱり発達障害自閉症のねお子さんを持っているお母さんとかですね、あとはまあその親であり、まあ、先生であり、まあ、こういうことをね考えてみたいっていうことであればですね、まあ、ぜひそのこの動画の下のコメント欄にコメントしていただいてですね、まあ、どういうことを聞きたいのかっていうのをねまあ、コメントしていただけると大変嬉しいなって思いました。であとですねやっぱりこうその今の教育がどうかとかっていうところの大きなね枠組みの問題でもあるし、やはりこれから本当の意味での、幸せな人生ね、人生ナチュラリストね、いかに最高のハッピーライフを追求していくかって言ったらですね、自分のしたいことっていうのね、そういうこともやっぱりその教育に関わっていることだと思いますので、まあ今回のね動画上げさせていただいてですね、またねこのカウンセラーの話聞きたいという方ねいらっしゃるかなと思ってね動画撮らせていただきました。まあ、もしねその聞きたいっていうようなねコメントがいっぱいあったらですね、またその、まあ、ズームかなんかでですね、インタビューさせてもらってですね、この、まあ、発達障害とか自閉症に関するですね、問題点を皆さんと一緒に考えていければなっていうふうに思ってこの動画を撮りました。まあ、もしね、何か感じたこと、ね、ご意見とかですね、質問とかありましたらね、この動画の下のコメント欄、コメントしていただきたいのと、まあ、この動画見てよかったと思ったらぜひ、高評価ボタンを押していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。